まずこの仕事を始めた、はい、きっかけというか、まあ、何年前の話でそのきっかけを教えていただいていいですか。始めたきっかけは4年前の九州北部豪雨災害の時にボランティアに参加したことがきっかけです。その時はどんなボランティアだったんですか。商工会青年部の人たちが、民間でどこよりも早くボランティア活動に取り組まれたんですよ。でそれに参加させてもらって、でその時に県内のいろんなところから青年部がボランティアに来たり、全国から支援物資が届いたりとかして、こう地域は違うんですけど、こう同じ地域を思う仲間のために動く、行動することができるっていう姿を見て、一緒に参加させてもらったことで私もそうなりたいと思って阿蘇に腰を据えてお仕事をさせていただきたいと思って開業しました。ちゃんとお仕事としてやっていこうっていうことを決心したというか、はい、そんな感じです。一番最初は2010年だったかな、もうお仕事としてというよりは地元の一人として参加させていただいたイベントなんですけど、阿蘇クリスマスバルーンフェスティバルっていう、もうなくなってしまったイベントなんですけど、そのイベントの昼間のステージのアシスタント MC をさせていただいたのがきっかけで、はい、阿蘇をもっとこう好きになっていただけるような、まあ、そんな役割のお手伝いができたらいいなと思いました。今の時期だと夏祭りとかで司会をさせてもらうことが多いんですけど、そんな時にこう来た方たちがそこの地域をもっと好きになってもらえるような、そんな時間を作れた時とか、お客様がこう楽しそうな姿を見た時とかが一番嬉しいなって思うんですけど、特に地域性を大切に伝えていけたらなと思ってお手伝いさせてもらってます。式典だったり祝賀会だったりとか、こう節目節目にお仕事として関われるっていうことがすごい嬉しく思いますし、やりがいにもなっています。こう伝えたいことをやっぱり的確に皆さんが心地よく感じるように伝えないといけないっていう部分が一番難しいですね。これから、はい、阿蘇で、はい、仕事をしたい、まあ、若い方に向けて何か福田さんからアドバイスというか、まあ、自分の経験も交えたことでもいいんですけど、はい、何かありますか。そうですね、まあ、まだ自分がその場所にはいないかもしれないんですけど、阿蘇のこう好きで阿蘇に腰を据えてこう地域に根ざした仕事をしてふるさとを誇りに思えるようになれたらかっこいいなと思うので、そんな風に仕事をしてもらえたら嬉しいです。はい、自分の育ったふるさとを、はい、まあ、嫌いな人はいないと思うんで、はい、好きになってもらいたいなと思います。人生をかけて表現するものです。これはどんな思いでこの言葉を選んだんですか。はい、仕事を通して地域に何か残していけたらと思っているのでこの言葉を選びました。そして阿蘇に根ざしてやっていくことは絶対に変えることはないので、地域に根ざして地域を伝えるお仕事をしていきたいと思っています。はい。